はい、時間迫ってきたので、ちょっとイギリスの新首相のことを取り上げたいんですが、ジョンソン首相を引きずり下ろした、リシ・スナック元財務相が新首相となった英国はどこへ向かうのか、よきにつけ、悪しきにつけ、大英帝国の誇りが、ロシアの横暴を許すまじの防波堤となってきた欧州、経済優先とのことだが、市は中国&ロシアと真に対峙できるのか、自由人権民主を守り抜く鋭であることを祈ると。それでこの人、スナクさんという人は両親ともインド人だから、本人もインド人ですよね。まあ生まれたのは英国だけど、そうするとなんとか系じゃなくて完全にインド人で、しかも今インドと英国で経済協定改定をやろうとして難航してるんだけど、外務大臣を派遣して、とにかく早期にこれを解決させたいということを申し入れるとか言うんですけど、そうなると、これまでのインド英国というと、まあ、主従というか、そういう関係、上下関係があったのが、これちょっと違ってくるんじゃないですか、かなりそういう意味では。まあ、対等とまでいけないにしてもね、インドは何たって14億の人口を抱え、中国は間もなく抜いて、経済力もおそらく急上昇してくるんでしょうからね、それに比べ、まあ、凋落一方の英国経済ですから、非常に大英帝国の栄光といったところでですよ、実際の力はインドの方がはるかにも上回ってるわけですからね、こうなってくると、非常に今度、そのインド人の首相が選ばれたということは、かなり今後影響出るのかなというふうに漠然と思ってるんですけど、山口さん、どういうふうに見ますか、これは。まず非常に重要なのは、このリシ・スナクという人はご両親ともインド系なんだけど、実はアはい。フリカに移民した後、再度イギリスに移民し直しているご両親なんですね。ああ、そういうこと。ケニアとモーリシャスだったかな、タンはいザニはいアだっはたかな。い。はいはいはい。ご本人たちはパンジャブ地方におじいさんがいたんですはね。い、はおい。父さん方もお母さん方もそうなんです。はい、で、はい、はい。お父さん方が確かケニア。で、お母さん方がタンザニアに移民してます、一家。なるほど。これはどういうとこかっていうと、イギリスの植民地だった頃ですね。なるほど。その昔僕ら世界史の時間にセポイの反乱って習ったじゃないですか。これはイギリスの植民地支配に反対した、まあ、大反乱、今インド大反乱って言うんですけども、その頃にインドを捨てて、イギリスの植民地であるケニアとタンザニアに移民した人たちなんですね。要するに、インドに対する愛着は薄いはずなんです。なるほど。あ、そういうことですか。それよりも、イギリスの植民地支配に依存して大金持ちになったお父さんとお母さんなんです。しかも、彼はね、スタンフォード大学というところに、アメアリメリカカからの。カリフォルニアのスタンフォード大学に留学して、まあ、なそるこほど。で大金持ちの奥さんを見つけてるんだけど、その後の就職先はゴールドマン・サックスなんですね。なるほどね。これだけ言うと分かる人は分かるんだけど、そりゃそうだよ。スタなンるフほど。ォードってどういう大学か、ゴールドマン・サックスってどういうものか、これ国際金融資本に強烈の影響下にある大学と金融会社ですね。そうでそうすするとね。ね、要するにね、スナク、リシ・スナクという人とリズ・トラスがどこが違うかというと、トラスもそもそもロイヤル・ダッチ・シェルに就職してるから、まあ、いわゆるグローバル企業で社会を勉強した人だけど、リシ・スナクはもっとグローバリストなんですよ。だからインド系であることにみんな目を奪われちゃってるんだけど、ああ、そっかそっかそっか。なるほ本来ど。インドに愛着がある人はインドから移民しませんよね。そりゃ僕たそちうはだ。どれだけ日本が厳しくなったって日本を捨てるっていう選択肢はないじゃないですか。でも彼らの祖先はインドを捨てて東アフリカに行った。これはセシル・ローズの王国ですよ、当時は。その後イギリスに移民できたということは、イギリスの植民地支配に従順な人たちだったということです。そういう見方で、リシ・スナク、ゴールドマン・サックス、スタンフォードという東アフリカという括りでリシ・スナクを見ないと、リズ・トラスやボリス・ジョンソンとは全く違う種類の人間であって、インド人のエッセンスはもう2割ぐらいだと思ってる。なるほどね。それともう一つは、まだこのスナクさんという人が対ロ、対中
の姿勢というのは まだよく分かってないんじゃないですか。どうするんだろうという。ただね、これもね、もうはっきり分かってるのは、これ完全に反ロシアでいきます、ね、はいはいはい、うん、それでね、この人はね、ちょっとね、石原伸晃に似てるところがあって、うん、まずボリス・ジョンソンがなんで首相を辞めたかっていうと、首相官邸でパーティーやってた、はいはい、うんうん、というのが一番の理由だったんですよ、はいはい、でその時にリシナルカはそのパーティーに出てた人なんです。なるほどなるほど、うんうん、だから本来はなんていうか自粛すべき人ですよ。なるほど。ところが、はい、ボリス・ジョンソンが辞めた時の党首選に出たんですね、うんうん、だからかなり厚顔無恥な人ですよ。なるほど。でもう、あ、だからノブテルだって言ってるわけね。そうそうそう、明智光秀みたいな人ですよ。だってそれからボリス・ジョンソンが辞めるときに最初に辞表を叩きつけたのはこのリシ・スナクと、うん、もう一度ジャーディドっていう、うん、あのパキスタン出身の保健相2人だったんです。はいはいはい。このアジア出身の人がイギリスの首相を辞める理由を作ったという背景を考えたときに、うん、この人たちはイギリスとその背後にある大きな組織に極めて従順な人たちだから、はいはい、これはもう反ロシアの塊の人たちですから。なるほどね。ウクライナ戦争を、まあ、演出した人たちとくっついてるから、ウ、うん、リス・ジョンソン、それからあのリズ・トラスの反ロシア、新ウクライナ路線はより強化されると思った。うん、なるほどね、なるほど。そうすると少なくとも前任者みたいなああいう失敗、まあ経済財政は強そうだからああいう失敗はないとして、そうするとどうなんですかね。そうじゃなくてもブレグジットはやっぱり失敗じゃなかったのかとかいろんなこと言われてるけど、そのイギリスとしては孤立を守りつつ自分たちのその権限というか力は発揮できるんですけど、非常に経済的にも非常に今苦しいじゃないですか。はい、ね、ただその例えばまあよくね、あの陰謀論者って言われやすいんだけど、通貨発行権という意味では、はい、イギリスは EU にいる頃から自国通貨のポンドは出し続けましたよね。そうですよね、はい、でブレグジットっていうのはそのいわゆる国境をよりちょっと高くしようということでイギリスとアメリカがくっついていく流れですから、はいはいはい、これはまあ第一次世界大戦後のね世界秩序の作り方と同じ道行きを今向かってるわけです、うんうん、でリシ・スナクはもうその人たちに押し上げられてボリス・ジョンソンを引きずり下ろした上で首相になった人ですから、はいはい、ブリグジットが交代するあるいは EU に戻るっていう考え主張する人もいるけど、僕は真逆だと思ってます。なるほどね、うん、なるほどね。そうですか、はいはい、わかりました。すいません、ね、ちょっと僕イギリスに住んでたことがあってイギリスの特派員もやってたのでちょっとマニアックな解説になっちゃいます。いやいや全然そんなことない。そういう話を解説した新聞もテレビも見たことがないから、まあ、あ、なるほどなと思って感心して今聞いてたんですけどね。最後です、はい、ロシアのプーチン大統領ら要人の安全を守るロシア連邦警護局はモスクワ中心部の大統領府や上下両院などで内乱鎮圧を想定した演習を行ったと。でプーチンがやっぱり米欧がロシアでの政変を画策していると主張しており、警戒感を一段と強めているというんですが、一応定期演習とは言ってるけどこのタイミングでロシアの中心部でそんなことをやるということは、やっぱプーチンがそういうことをかなりこの恐れているというおそらく証左だろうというふうに普通は見ますよね。だから身辺警護も含めてもし万が一の方だったらこうやると、まあ威圧する意味もあったにしろですね、まあプーチン自身も相当追い詰められてきてるからということじゃないでしょうか。どうですかこれは。そうですね、あのプーチンはずっと暗殺されそうだとかね、まあ、この人いろんな人暗殺してきた人ですから。そうですよね、はい、してきた人はあのされるリスクもよく分かっているので、はいはいはい、皆さん思い出すとしたらあのショイグっていうね、セルゲイ・ショイグっていう人が国防大臣だったんですね、はいはいはい、でこの人そもそもプーチン要するにクーデターを押さえつける担当の人なんですよ、はいはい、本来はだ国防大臣はちょっと自分の本職とは違う仕事してて、だからそれだけプーチンはそもそもショイグをその安全保障の中核に置いてる段階で暗殺を恐れてるっていう構図は変わってないんですね。でもその段階でウクライナ戦争をやる
可能性が高いっていうことは、あの北朝鮮のミサイル連射があった頃ですから、ちょうどね、うんうんうん、私はだからそういう危機管理っていうとあれですけど、うん、暗殺を恐れてるっていうのは間違いないと思いますけどね。そういうことですよね。はい、まあね、戦況もなんだかんだといろいろ言ってるけど、まあ、ロシあのウクライナ側がやっぱりずっと押せ押せと来てる。あ、それでついでに言うと、ロシア側がウクライナのいろんなそのエネルギー関連の発電施設だなんだといっぱい攻撃して、発電量が極端に今落ちてるでしょ。そうすると間もなく冬を迎える。それはウクライナは日本の日じゃないですから一体この冬を乗り切れるのだろうかということは誰しも思いますよね。これどういうふうに見ますかね、このあたりの。ところがね、この間ちょっとブルームバーグがすごく面白い記事を書いてたんですけど、はいはい、ヨーロッパで天然ガスの供給に余裕が出てきたという記事があって、これはそのタンカーで運ぶ液化天然ガスが思いのほか、価格下がってきてるんですね。ああ、そうですか。うん、であのノルドストリームを爆破したりして、まあ、いろいろ、うん、まあ、あのまあ、誰がやったかっていうのはいろいろあるんだけど、まあ、本来はドイツをはじめとして、ヨーロッパのエネルギーが冬に向けて逼迫すると信じられていたんだけど、はい、どうも一息ついてるという空気があります。ね、ただ、これ自体も、もしかしたらプロパガンダかもしれないから、鵜呑みにはしにくいんだけれども、うん、そのロシアの天然ガスがなければ冬が越せないっていう状況ではないんだという発信がマーケットでなされてるってことは、ちょっと新しい情報かなと思ってる。なるほどね、なるほどね。はい、わかりました。もう時間が来ましたのでこれくらいにしたいと思います。結局吉田さん現れませんでしたけど、なんか事故とかなんとかね、変なことじゃなければいいんですけどね。そうですね、ちょっと心配ですね。私もね、いろんな脅迫受けてるから全く何連絡つかないというのはちょっとね、現職のだって政治家ですからね、うん、そんなことあるのかと思いますけど。はい、じゃあ歌を頑張っていただきましょう。いや、頑張りませんいや、笑っちゃいけないんだけどね、もうモテモテですからね、山口さんはね、いろんなとこから引っ張られてるということで、恥さらしでございます。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。どうも。